はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、宅建業法の取引の定義について解説します。これは宅建業の免許が必要かどうかを問う問題で、ちゃんと頭に入れておかないと解けなくなりますので、非常に重要な内容となります。なので、どういった人が取引をしているのかっていうところを、今回の解説で頭に入れていただければと思います。ここに書いてある1番、2番、3番の人たちが取引をしております。ちょっと一つ一つ見ていきますね。まず一つ目が、売り主とか買い主は取引を行っています。まあ、宅地とか建物の、売り主及び買い主は取引を行っています。二つ目、売買や貸借の代理人。これも取引を行っております。売買契約をする当事者がいます。まあ、売り主、買い主がいて、その代理人ですね。代理人も取引を行っています。今の話言ったら、売り主、買い主は1番に当たりますので、この人たちも取引を行っています。また、代理人も取引を行っています。もう一つが、貸借の代理人も取引を行っています。なので、賃貸借契約を結びましたと。アパートを借りる人がいて、アパートを貸すオーナーがいて、この賃貸借契約のオーナー側の代理人だったりとか、借り主側の代理人だったりとか、そういった人っていうのは取引を行っています。あと、売買する人も取引を行っています。売買契約の売買者、売買をする人、これも取引を行っていて、また、貸借、賃貸借契約の売買をする人、この人も取引を行っています。で、注意が必要なのは、貸主とか借主は取引をしていません。つまり、賃貸借契約の建物を、例えば貸す人、オーナーさんですね。この人は取引を行っていません。あと土地の貸主、地主さんですね。この人も取引を行っていません。また借りる側、この人も取引を行っていません。これがまず注意点、1点目ですね。2つ目、代理業者、売買業者がいたとしても、売り主、買い主は取引をしています。一番最初の事例なんですけども、売買契約をしましたよね。で、代理人がいましたと。この場合、代理人は2番に当たるから、取引をしてます。売り主が代理人に対して代理権を与えました。で、実際契約するのは、売り主、代理人と買い主ですよね。ここで契約するんですけれども、この場合も、売り主っていうのは取引をしてます。もちろん、買い主も取引をしてます。これが注意点なんですね。これ意外と勘違いしてる人いるんですよ。売り主が、例えば、代理業者、宅建業者に土地を売る代理権を与えましたと。で、宅建業者が代理人として契約します。その場合、売り主、この人を取引してないっていうふうに思ってる人いるんですけども、売り主は取引してるんで、この点注意しましょう。あと、交換については売買に含めますので、例えば、交換の当事者ですね。これも取引を行ってます。例えば、私が土地を持っていて、あなたも土地を持ってます。これを交換します。この場合、私たちっていうのはこれ1番に当たりますので、取引を行っているということになります。で、ここの売買も交換でも一緒ですね。交換の代理人も取引を行ってますし、交換の売買をする人、これも取引を行っております。じゃあちょっと具体例ですね。先ほどちょっともうお伝えをしてるんですけども、ちょっと見てみましょうか。A さんが土地持ってましたと。まあこれ建物でもどっちでもいいです。B さんに売りますと。売買契約を締結すると。で、A さんは、C さんに代理権を与えました。つまり C さんは売り主代理人です。この場合、取引を行っている人はどの人でしょう？このどれか一つでも該当したら、それは取引を行っている人に当たります。まず A さん見ます。A さんは売り主ですね。土地とか建物の売り主。なので、取引を行っています。B さん、買い主ですね。取引を行っています。C さんは、売買の代理人ですね。ここですね。売買の代理人。取引を行ってます。なんで、この場合 ABC 全員が取引を行っているということになります。続いて、D さんが E さんに建物を貸しました。これは建物ですけども、別に宅地でもいいですよ。宅地でも構いません。これを D さんが E さんに貸しました。で、D さんは F さんに売買を依頼しました。で、売買っていうのは、まあ、仲介してくださいっていうイメージですね。駅前とかの不動産会社、不動産仲介をする会社ありますよね。アパマンショップとか、ミニミニとか。まあ、そういったところがこの売買業者、F さんに当たりますね。で、D、E、F 一つ一つ見ていくんですけども、まず F から見ましょうか。F っていうのは、貸借の売買をする人だから、この人は取引を行ってます。D さん、これ貸主ですね。貸主1、2、3。含
まれませんね。入ってません。ここですね、注意点でもお伝えした通り、貸主は取引をしてませんので、この人は取引してません。 E さん、借主、これも123に当てはまらないので取引をしてません。だからこの貸借の場合は、媒介する人、媒介業者が取引をしてますということですね。これもし媒介じゃなくて代理だった場合も一緒です。代理だった場合こっちに当てはまるので、代理人っていうのは取引を行っているということになります。あとここ、代理って書いてあるんですけども、これ媒介でも一緒です。媒介の場合はこっちですね、3番に当たるので、媒介人 C さんは、取引を行っているということになります。これ非常に実は重要なんですね。なのでしっかり、頭に入れていただければと思います。この1番、2番、3番、これを頭に入れていただいたらこれ解ける問題なので、絶対頭に入れておきましょう。で、これも定義、つまり、取引する人ってどんな人なのかっていうのをこれ定めたもので、これ理由って別にないんですよ。理由ないので、これは覚えるだけなんです。だから必ずですね、3つだけなんで、覚えていただければと思います。そして弊社レトスは、個別指導を行っております。理解すべきところはちゃんとね、理解すべき内容をお伝えをして、まあ、今回のように覚えるだけでいいものは、覚えるだけでいいので、端的に解説をしております。まあ、このように切り分けをして、メリハリをつけながら学習していきます。なんで非常に効率的に勉強ができるんですね。なのでもしあなたが短期間で合格したい、短期間で実力を上げたいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。